今日、北方四島の国後島から寄港したビザなし交流の訪問団。この訪問団に参加していた日本維新の会の丸山穂高衆議院議員がおととい現地で戦争で島を取り返すという趣旨の発言をし、元島民らから抗議を受けていました。こちらは同行した記者が録音した丸山議員の音声です。戦争でこの島を取り返すのは賛成ですか、反対ですか？戦争でだからロシアが混乱しているときに取り返すのは OK ですか？いや、戦争なんていう言葉は使いたくないです。使いたくない、はい、でも取り返せないですね。いや、戦争したって戦争するべきじゃない。戦争しないとどうしようもなくないですか？いや、戦争は必要ないです。丸山議員とやり取りをした訪問団の団長で元島民の大塚さんは、私は真っ向から反対いたしました。そこについては戦争でね、取るとか取らないとか、それはもうまあそんなことはもう私も聞いたこともありませんしね。丸山議員はこの発言の前に酒を飲んで騒いでいたということです。元島民らはこの発言など一連の行為に抗議しましたが、丸山議員は酒に酔って騒いだことについては謝罪したものの、戦争発言については賛成か反対かを聞いただけだとしています。北方領土を、まあ、戦争で取られたわけですから、それに対して取り返すということに対して賛成か反対かというふうに聞いたと。別にそういう話があっても別にいいわけじゃないですか。それに対して 何をそのダメだとおっしゃっているのかよくわかります。丸山議員の発言について日本維新の会の松井代表は、戦争で取り返すようなことはもう我々党として一切そういう考えはありません。武力での解決というのは僕にはないですね。